にちはハーブティー、はい、まゆのんです。今日はですね、デパコス縛りメイクをやってみたいと思います。今デパコスメイクをした状態なんですけど、私が普段使っているコスメをご紹介したので、よかったら最後まで見てみてください。どうぞ。はい、それでは早速始めていきたいと思います。まずスキンケアは済んでる状態です。まずベースですね、こちらです。3のアンジェリックコンプレクションプライマーの01番です。最近私ベースメイクをまた変えまして、アディクションのファンデーション使ってたんですけど、3のファンデーションの方がちょっと密着度が高いイメージで、薄付きなんだけど肌に密着感がある感じがするので、最近はこっちも使っております。はい、まずベースを塗っていきます。私はピンクのベースを使ってます。すごいくすみが消えて、ナチュラルに消えてくれる感じがすごいいいです。で、くすみが少し消えたところでファンデーションに入っていきます。ファンデーションもこちらです。3のフローレスエシリアルフルイドファンデーションの202番です。今までピンク系のファンデーションを使ってたんですけど、ちょっと黄色っぽいファンデーションの一番明るい色を買ってみました。伸ばします。アディクションのファンデーションも自分の肌にすごい合ってるなと思ったんですけど、3のファンデーションはヘアメイクさんに実際につけていただいた時に、3の方が私の肌に合ってるかもしれないと思って、仕上がりの肌がすごい綺麗に見えたので、帰り道に買いに行ったぐらいめちゃくちゃ良かったので、今日はぜひこれを勧めたいなと思って使ってます。アディクションのファンデーションも3のファンデーションもすごいナチュラルなので、薄付けが好きな方とかにはすごいおすすめです。はい、ファンデーションがありました。そしたらコンシーラーに入っていきます。コンシーラーはこちらです。はい、これはいつも使っているやつなんですけど、マーズのラリー&クリーミーコンシーラー。すごいデパコスの名前ってちょっと変わってる名前が多いですね。コンシーラーを使っていきます。メイクの中で一番ベースメイクにこだわってて、ベースメイクが綺麗にできると全体のメイクがなんか上手にできた感じがするので、ベースメイクはしっかり時間をかけてやっていきます。はい、そしたらですね、パウダーファンデーションに入っていきます。はい、こちらです。 NARS のライトリフレクティングセッティングパウダーの1410か。この3のファンデーションとこの NARS のパウダーのファンデーションの相性がめちゃくちゃいいと聞いたので買ってみました。これぐらいの筆でブラシにとって一回手にこうつけてあげてのせていきます。色がついてない白なので厚塗り感がないツヤっとしたお肌になります。はい、そしたら眉毛に入っていきます。アイブロウ使うのはこちらです。イプサのアイブロウクリエイティブパレットです。イプサのアイブロウはデパコスの中でも人気のアイブロウパウダーです。使うのは上の2色を使っていきます。上の2色を混ぜてちょんちょんって混ぜて眉尻から描きます。イプサのアイブロウパウダーのいいところは5色入ってるので、その日のメイクとかによって変えられるので、デパコスのアイブロウの中でおすすめですね。はい、眉毛描き終わりました。そしたら眉マスカラに入っていきます。眉マスカラはこちらです。ハナスイのアイブロウパウダーの400番です。これはもうね、どんなメイクでも使ってます。はい、眉マスカラ終わりました。アイメイクに入っていく前にツヤを作っていきます。使うのはこちらです。3のシマリンググローデュオの01番です。こっちの明るい方の色をハイライトとして使っていきます。指にとって鼻の頭と目頭の溝のところとここの部分に少しと C ゾーンと唇の上と顎。はい、こんな感じでツヤが出ました。しっかりあのパウダーを塗ったのでツヤがこうあってもテカテカにならないのでおすすめです。そしたらアイメイクに入っていきます。アイメイクで使うのがこちらです。ルナソルのカラフルスカイアイズの03番です。これはノンティーズの方からいただいたアイシャドウになっております。特におすすめなのがこの2色とこのブラウンがよく使ってます。はい、まずアイホールにこの右上のクリームっぽい色のアイシャドウをのせていきます。これはねラメが入ってるんですよ。軽くのせます。はい、そしたらですね、次はこのピンクとオレンジを2色混ぜたいと思います。塗ります。深い肌よりちょっと広めにのせます。こんな感じです。そしたら今の2色を目尻の下のところにも引いていきます。基本は目尻のこの黒目の下ぐらいまでなんですけど、残ったアイシャドウで少しこっち側にも伸ばしてください。はい、こんな感じです。そしたらですね、いつも使っ
貼っているこちら RMK のインジニアスパウダーアイズの08番、これを涙袋のところに載せていきます。すごいこのアイシャドウめちゃくちゃ見てくださっている方が買いましたってコメントくれててすごい嬉しかったです。これほんと好きなんですよね。肌なじみがめちゃくちゃいいアイシャドウです。はい、そしたら涙袋ができたので次にアイライナーに入っていくんですけど、今回はアイシャドウでアイライナー風に引きたいと思います。はい、使うのはこちらです。シャネルのトレールキャラクテールです。アイライナー代わりに使うのはこちらの真ん中のブラウンを使っていきます。まつげの際ら辺にのせていきます。反対側ものせます。はい、こんな感じです。はい、そして今の色をですねちょっと目尻に少しだけ長めに伸ばしていきます。反対ものせます。はい、次にですねさっき使ったアイシャドウパレットの右下のブラウンを目の際のところに引いていきます。はい、こんな感じです。いけました。そしたらビューラーに入っていきます。はい、まつげを上げたらですねマスカラの下地をのせていきます。使うのはこちらです。エレガンスのカールラッシュフィクサーです。のせます。はい、乾かします。はい、そしたらマスカラに入っていきます。マスカラはこちらです。ヘルナのラッシュクイーンコブラブラックです。それの01番です。のせていきます。はい、マスカラ塗ったのでコームで溶かしていきます。溶かしていきます。はい、まつげできました。はい、そしたら下まつげものせていきます。反対ものせます。はい、そしたらもう一度コームで溶かしていきます。アイメイク完成しました。イエーイ。次はチークに入っていきます。チークで使うのはこちらです。シャネルのルージュアリュールインクの158番です。これはリップなんですよ。この色がめちゃくちゃ好きでリップ紹介の時にしたと思うんですけど、チークとして使いたいと思います。めっちゃ可愛い色なのでぜひ見てほしいです。のせます。指で伸ばします。私よくリップをチークに使うことが多いのであんまりそういうことしない方はちょっとびっくりかもしれないですけど、あーやっぱ可愛いこの色、主張しすぎない色ですね。はい、チークができたところで最後にリップに入っていきます。使うのはこちらです。 RMK のイレジスティブルグロースリップスの01番です。こういう色です。こんな感じのオレンジっぽい赤リップですね。これを全体にのせていきます。はい、塗り終わりました。そしたらこの色をのせていきたいと思います。使うのはこちらです。イブサンローランのルージュボリプテシャインの45番です。水っぽいタイプの赤リップって感じです。これを中心にのせていきます。ポンポンっていう感じですか。はい、完成しました。イエーイ。はい、ということでデパコス縛りメイク完成しました。はい、デパコスメイクは私もよく好きで買ったりとかするんですけど、ちょっと目標をいつも決めてて、この仕事頑張ったらご褒美でデパコス買いに行こうとか決めてて、いつもなんか欲しいデパコスのアイテムとかは携帯にメモに入れてて、なんかお仕事頑張ったらこれ買おうって決めていつも買いに行ったりしてて、最近買ったコスメばかりのものを今回紹介したので、店舗に行けば売ってるものがたくさんあると思うので気になる方は見てみてください。それではチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみるくてー。